海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。ここいわきグリーンフィールドでは、いわき FC を応援するサポーターたちの熱い声援が広がっています。今日は海のゴミをゼロにしようと願って行われるスペシャルマッチ、海ゴミゼロデーが開催されています。いわき FC はスポーツを通じて社会を豊かにするを基本理念に設立された地域密着型のサッカークラブで、いわき市を東北一の都市にすることを目指しています。この日はいわき FC が試合を通じて、一人でも多くの方が海に関心を寄せ、一人一人が海ごみゼロへのアクションにつながっていくことを目的として開催されました。試合当日はマイカップ持参運動や海ごみ削減福島宣言カードへの署名活動、試合後のごみ拾い活動などさまざまなイベントが実施されました。今回はどういった目的でこのような取り組みをなさったんでしょうか？そうですね、もともと日本財団のね、チェンジフォーザブルーという、その取り組みに、いわきっていうのは、双葉郡の我々のホームタウンもそうですけども、この浜通り、というのは海に囲まれている場所ですので、そこにいながらにして活動する我々にとって海のゴミの問題というのは非常に社会課題だと思っていたので、こういった取り組みが一緒にできるということに対して非常に嬉しく思います。はい、そうですね、ゴミ削減ですとか、海ゴミゼロ、先週も海岸清掃を、海と日本プロジェクトさんと協賛でやらせていただいて、少しでもそういった意識をお持ちの方が増えていただけたらと、そういう思いで、協賛をさせていただきました。ちょっと楽しい、どうですか？去年もやった時に参加してたので、今年もなんかこっちもまたやろうかなと思って、こういうことをやってくれるのはすごく、いいことだなと思います。いわき FC とサポーターたちのいわき愛の活動はサッカーだけにとどまりません。海ごみゼロへ向けてシュート！